国本美花は東京都出身でウェザーマップ所属の気象予報士。血液型は B 型。北海道室蘭市生まれ東京都出身。名前の由来は未来に花開いてほしい。という思いから。2006年3月女子学院中学校、高等学校卒業。中学、高校ではオーケストラ部でバイオリンを弾いていた。2006年4月。 早稲田大学人間科学部に入学。テニスサークルに所属。2007年、早稲田祭りにて、ミスキャンパスにあたる、早稲田コレクションにて代表に選ばれる。小学生の頃からお天気キャスターに憧れ、早稲田大学在学中に、気象予報士になるための勉強を始めた。2009年4月に、気象予報士登録。健康気象アドバイザーの資格も取得した。同年7月から、 スカパーのお天気専門チャンネル午後の天気心のキャスターを始める。2010年3月同大学卒業。2013年10月にニュース23の気象キャスターに就任。メインキャスターの前場高子とは女子学院の先輩後輩の関係にあたる。2016年3月にニュース23を降板し、CS の日テレニュース24へ移籍。 2016年防災医師に合格。2018年4月から NHK ニュース7の土日祝日の気象キャスターに就任し、2020年3月末まで担当する。2020年4月から TBS テレビ JNN ニュースの気象情報を担当。2020年9月24日から TBS テレビ N スタの木金曜日の気象キャスターに就任。趣味は、 バイオリンパズル、ホットヨガ、北海道旅行、手芸、縄跳び。オーケストラで演奏した曲では、ブラームスの公共曲、第2番は一番思い入れが強い曲。友人の結婚式で、アラジンのホールニューワールドや、木村カエラのバタフライを演奏している。食べ物では、芋、栗系が大好物。クリオネのことが大好きで、年月日から、 飼育している。ABCDE、気象予報士紹介国本見花、ウェザーマップ。2020年4月5日閲覧。ABCD、私もいつか気象キャスターとして、誰かの生活に欠かせない存在になりたい。気象予報士応援ナビ。2020年3月29日閲覧。オフオン衣装、アンドオヘ見花ダイアリーバやアメーバ。2020年4月5日。 閲覧。ペッコ手帳。三花ダイアリーバやアメーバ。2020年4月5日。閲覧。早稲田大学所沢キャンパス祭公式ブログ。早稲田大学所沢キャンパス祭実行委員会。2020年4月5日。閲覧。特別な日。三花ダイアリーバやアメーバ。2020年4月5日。閲覧。気象予報士三花ダイアリー2010年3月28日。防災士。 ミハナダイアリーバやアメイバ2020年4月5日、閲覧。明日、ミハナダイアリーバやアメイバ2020年4月5日、閲覧。お礼、安藤返事。ミハナダイアリーバやアメイバ2020年4月5日、閲覧。イモクリ系、ミハナダイアリーバやアメイバ2020年4月5日、閲覧。クリオネシーク、ミハナダイアリーバやアメイバ2020年4月5日、 閲覧。博士への道。見花大アリーバやアメーバ。2020年4月5日、閲覧。ただし、レギュラー出演前の2020年7月30日31日にも、森田ま光さみつの夏季休暇に伴う、代理天気キャスターとして出演したことがある。なお、台風や大雨など、重大な気象事案発生時以外は、JNN 全国枠には出演しない。報道特集。 ウィークエンドウェザー休止時の代替ニュース、気象情報枠、美人気象予報士好きな男性を天気に例えると、秋の紅葉。https www.news-postseven.com スラッシュアーカイブスラッシュ 20140619261215html2020 年4月5日閲覧。 ケトルボリューム25津田大介和瀬女でいこう。国本見花大田出版。2020年4月5日閲覧。雑誌ケトルに国本見花掲載。ウェザーマップ。2020年4月5日閲覧。ありがとうございます。